来たる12月24日、日没と同時に我々は百鬼夜行を行う。地獄映像を描きたくなければ、死力を尽くして止めに来い。思う存分呪い合おうじゃないか。凄まじいね。これが特級過剰音量、折本里香の全容か。里香と雄太は大人になったら結婚するの。 約束だよ。ええ、乙骨ユタは呪術高専で預かります。無理だよ僕。乙骨、お前マジで何しに来たんだ。呪術高専によ。僕は誰かと関わりたい、誰かに必要とされて生きてていいって。血が欲しいんだ。頑張れユタ。僕は呪術高専でリカちゃんの呪いを解きます。